今も元気にしているのかな。僕の好きだったあの先生、今でも時々思い出す。僕の好きだったあの先生。はい、分かった人手を挙げて。手を挙げないと撃つぞ。よし、いないやつ手を挙げろ。私は古文の先生なので親分はやったことがありません。まだ3人喋っとる。あと2人、あと1人。よし、今日は7日だから12番の人読みなさい。 I live in 東京、過去形に直しなさい。間違っても I live in 江戸としないよ。オープンザテキストブックアット52。わかりる？わかりた？やんばれやんやんやん。はい、それでは手首回して、足首回して、乳首もしっかり回しとくように。回れ麦。位置についてよーいドン。言うたら走るように。三冠日にあたりどが変わる先生、指をベロベロ舐めてプリント配る先生、背中にチョークの跡をつけた。僕の好きだったあの先生。エキスにエキスをかけた場合、そこ喋るのやめれ。山田君集合。ようござんすか、ようござんすか。さっぱりプリプリわからない人、みなしゃんおはようございます。おお、お前遅れてきたのか。よ、社長出勤。家に帰るまでが運動会ですよ。あのな、この問題な、わかるかな。つまりな、どういうことかちょっとな、 X がな、 Y のな、カッコのな、かけることもな、つまりな。そこのあくびまん、そこ黙って喋れ、黙って。2122ページ読んで。江戸幕府がポシャったのはいつだ。北ちゃんの定理説明できるか。そしていよいよ松本、いよいよ油の匂いがするあの教室、チョークを手にした後ろ姿、いつも寝癖がついていた。僕の好きだったあの先生。夏休みの補習が終わったら、アイスキャンデーみんなに買ってくれた。パチンコが見つかり玉をあげたら、一度だけだぞと見逃してくれた。地区大会で胴上げで先生も涙ぐんでた。今も元気にしているのかな。僕の好きだったあの先生、今でも時々思い出す。僕の好きだったあの先生。僕の好きだったあの先生。豊臣のひでちゃんの時代は何時代だ。3ページ4ページ開けなさい。